新視点ニュースへようこそこの番組は英文大紀元のコラムニストであるアンダースコア氏が書いた記事と「ラジオフリーアジア」の一部を転載したものですアマゾンは中国共産党を中共を厳しく批判する作家や出版社に注目しているようです シアトルとアーリントンの両方に本社を置くアマゾンは中国との広範な取引を行っており中国からの多数の輸入品を主要市場であるアメリカヨーロッパ日本で販売していますエコムクルーのデータによるとアマゾンの第三者販売業者の63%以上が中国でありアマゾンが販売する商品に原産国を自動的に記載しないためこの重要な点が不明瞭になっています アマゾンは中国のサプライチェーンに依存しているため最近は中共の指導者である習近平及び中共に批判的な書評を検閲しその偏見について疑問視されていますイギリスの人権活動家で作家のベネディクト・ロジャーズ氏が「新著中共の暴虐化の30年」を出版しました イギリスの書評家であるポール・ケンチントン氏は2月6日にレビューを掲載しようとしたところ2月9日にアマゾンから不適切な内容として却下されたことを告げられましたケンチントン氏は書評を再投稿する際記事の下に自分の名前を書かなかったことが問題かと考えましたが再び却下され今度はアマゾンからコミュニティ割引を取り消すと脅かされました アマゾンの審査でケン・チントン氏との間で2回の通信がありましたが、アマゾンは何が問題であるかを具体的に説明しませんでした。また2回目のやり取りではケン・チントン氏はアマゾンの対応がかなり失礼だと感じたそうです。ケン・チントン氏や大紀元からの追加情報の要請にアマゾンはまだ応じていません。 検閲されたコメントは習近平は毛沢東流の暴力的抑圧とスターリン流の権威主義的支配に回帰したことで世界を驚かせたでしたアマゾンが提供するコミュニティガイドラインによるとあなたに同意しない人を攻撃することは禁止行為だそうですアマゾンはこのコメントをあなたに同意しない人々を攻撃しているとみなしているのでしょうか しかしアマゾンはドナルド・トランプアメリカ大統領やジョー・バイデン大統領への批判は削除していませんが習近平に関してはなぜダブルスタンダードなのでしょうか電子商取引の主要市場をほぼ独占しているアマゾンが書評を却下することは偏見による言論の自由への侵害ではないでしょうか単純な質問に適切な回答を得るには 議会がアマゾンの創設者で取締役会長であるジェフ・ベゾス氏を委員会に関門する必要があるのでしょうかケンチントン氏は書評で香港やキリスト教に対する攻撃チベットやウイグルのジェノサイド及び中共が大規模な臓器売買に関与しているという章は私にとって衝撃的な発見であり、中共の政策や政治体制に強い怒りを覚えたと述べています。 ケン・チントンチト氏がジェノサイドに対し強い怒りを覚えたから検閲を受けたのでしょうかでは大量殺戮に対する適切な反応は何でしょうか悲しみ、恐怖どちらの感情もユダヤ人がホロコーストから身を守ることには役立ちませんでした第二次世界大戦中のイギリス首相ウィンストン・チャーチル氏は温厚な気質を保とうとしていました しかし自国や人権をより広く守るためには怒りは必要なものであると言えるでしょう例えばチャーチルはアドルフ・ヒトラーを悪と呼び悪魔に例えて怒っていました第二次大戦中にアマゾンがあればアマゾンのコミュニティガイドラインはチャーチルのコメントを検閲していたでしょうしかしチャーチルは怒りをうまく利用しナチスに猛烈に対抗しなければならないと説明しました もしヒトラーの挑発を受けチャーチルが怒りを持って反撃しなかったらイギリスだけでなくヨーロッパ全体を彼が守らなかったら歴史はもっと悪くなっていただろうと思うと戦慄を覚えますロジャーズ氏はアマゾンの検閲は中共の影響力が世界規模で広がっているためだと分析しています アマゾンが私の本の推薦を拒否したことが偶然でないとすればこれも中共が恐怖を植え付け影響力を持つ領域であるといえると記述しています北京を怒らせることを恐れて検閲によってイギリス人が書評を掲載する権利まで奪われるとは悲しいことだと強調しました この本のカナダでの出版社であるディーン・バックスデール氏はアマゾンが中国の支配者を怒らせないように書評や本のプロフィールを検閲したのは今回が初めてではないと指摘しましたバックスデール氏は自社から出版した別の本サム・クーパー氏の「ウィルフル・ブラインドネス・ハウ・ア・ネットワーク・オブ・ナルコス・タイクーン &CCP」についても言及しアマゾンはこの本の書評をも検閲したと言っています ウィルフルブラインドネスは中共を違法薬物取引ギャンブルマネーロンダリングカナダの政治家とのつながりを取り上げていますベゾス氏とアマゾンは新疆ウイグル自治区での奴隷労働を支援してより多くのお金を稼ぐのか 自由と民主主義を守るために勇気を出して確固たる ESG の枠組みを支持する企業や国のサプライチェーンへ変更するかの選択が必要であると続けて述べましたアマゾンとは対照的にオンライン書店であるウォーターストーンズではケンチントン氏の書評の掲載を認めています2022年8月のラジオフリーアジアによると 国際的な電子商取引プラットフォームであるアマゾンの電子書籍 Kindle サイトに中国と台湾関係や米中関係に関連する質の悪い書籍が突然大量に現れましたその内容は中共に偏った著者が偽名で書き盗作を伴うものでした このような質の低い書籍が関連する電子書籍市場を独占し、読者が誤った引用をしたり、不適切な発言を間接的に広めたりすることを懸念する出版社もあります。これらの電子書籍は中国・台湾対立や米中関係の発展に関連するものが多く、中にはペロシ元アメリカ下院議長の台湾訪問を取り上げたものもあります。 これらのうち発売が最も早いものは7月31日、数点が8月1日、最新のものでは8月6日とペロシ氏の台湾訪問の前後に発売されたものですイギリスの独立系出版社マイケル・キャニングス氏が「ラジオフリーアジア」のインタビューに応じこれらの議書が持つ潜在的な危険性を分析し 読者にとって危険なのは何が真実で何が真実でないのかがわからないことだ本のレベルは極石混交だそのテーマに精通していない人やきちんと調査したことのない読者によってさらに引用され誤った情報がより拡散される恐れがあると分析しています キャニングス氏は質の低い本が悪質な業者からもたらされたものなのかより組織的な活動の一環なのかはまだ不明であるしかし多くの書店出版社あるいは著者がレビューを買うことによってこれらの本に4つ星や5つ星のレビューをつけさせ本物の研究者の独創的な作品が消滅させられることになると述べました キャニングス氏は質の悪い本はアマゾンの電子書籍サイト Kindle でしばらく配信された後、Google の検索エンジンにも表示されるようになると指摘しました。